京都競馬場第9レースカラスマステークス4歳以上3勝クラスハンデ戦芝 2200m 外回りに15頭です。分厚い雲が上空を覆っています。そして朝から変わらぬ雨、4コーナーからストレートに出てきたところを置かれたゲート、枠入りはスムーズに進んできました。大外15番のステイブルアスクが誘導を受けていって収まりました。係員が離れます。スタートしました。内から3番シルバーエースがわずかに好スタートを見せています。促して前へ、外から制して11番アウスバール、こちらが出ていきます。2頭の外に接近は10番大成シリウス、前の3頭少し抜け出します。その後2馬身差12番アップデート、9番ブローザホーン、内に6番日本ピロタイズと中段の前から行っています。スタンド前から1コーナー、中段外目に14番ドーンアルゴス、15番のステイブルアスク、8番ロードプレジールと続いていって1コーナーをカーブ、その後は1番鈴鹿のロストと続きました。馬群は1コーナーから2コーナー、まず11番アウスバールが逃げていきます。リードを1馬身、2番手に10番大成シリウスです。3番手インに3番シルバーエース、外12番アップデート、3番手4番手向こう正面へと出ていきます。前から5投目に9番のブローザホーン、先段を見る位置、この1馬身後ろ中段前14番ドンアルゴス、内からじわっと6番日本ピロタイズ上がっていって、差がなく8番ロードプレジールは中段、ここから先頭まで7馬身ぐらい向こう正面を進んでいきます。2馬身差中段後方、1番鈴鹿のロッソ、2番フォルテデイマルミ、外目15番ステイブルアスクと続いていきます。外回りの3コーナーを目指して坂を上りにかかります。後ろから4投目インコース並んでいく4番ラブパイロー、5番のジローが1馬身差で続いていって、まもなく坂の上場、2、3馬身がいて後方2頭、7番名勝ブレゲ、13番ジャンカズマです。坂の頂上から下り800を切っていきます。3、4コーナー中間に向かうところ、先頭11番アウスバールです。リードを1馬身ぐらい取っています。2番手には10番の大成シリウス、3番手外に12番のアップデート、4コーナーに向かっていきます。4番手インコースシルバーエース、その後差がなくブローザホーン、ドーンアルゴスが続いていって、中段に2番のフォルテデイマルミと鈴鹿のロストです。4コーナーをカーブして直線に出てきました。やや内を開けてアウスバール先頭、しかしリードがなくなって空いた内からシルバーエース、ブローザホーンが伸びてくる。3頭広がって、その後ろからは大成シリウス、外に持ち出してステイブルアスクが追って200を切りました。先頭一気に抜けて突き放す9番ブローザホーン、3馬身4馬身のリード、2番手争い内目から伸びてくる。ロードプレジールが2番手に押し上げて、11番アウスバール3番手先頭、完全に抜けたブローザホーンだ、ゴールイン。2着は8番ロードプレジール、3着11番アウスバールです。空いた内から一気に抜けました9番ブローザホーン、完勝、岩田康成騎手です。中段から最後、これもやや内に進路を求めながら伸びてきた8番のロードプレジール、競り合いから最後2番手浮上、黄色い帽子2頭が1、2着ロードプレジールにかわされながらも逃げて粘った11番アウスバール、3着は確保です。勝ちタイム2分14秒9、上がりタイムゴールまでの 800m は48秒4、 600m は36秒2です。決めました、9番ブローザホーン、岩田康成騎手、2勝クラスから連勝。大きく離れた2着に8番ロードプレジール、3着11番アウスバール、4、5着争いに黒い帽子2つ、シルバーエースとフォルテデイマルミです。美穂中野英治厩舎、エピファネイア産駒、岩田康成騎手鞍上、ブローザホーン勝ちました。